石神と申します。防衛省障害事務官。防衛省内の特務機関です。君たち忍者と同類の。それで詳細は彼女から。航空自衛隊特殊防衛隊所属、水木マクロード一等空士です。昨日ロンドンで謎の集団が武装蜂起、英国首相官邸一帯が制圧されました。だがなぜ俺が手を貸すと。いえ、手を貸すのは我々で、あなたではない。水木、例の映像を。先ほど政府に送られてきた映像です。ビルハヤブサはどこだ。ビルハヤブサはどこだ。要求はあなたなのです、リュウ・ハヤブサ。聞こえる？ハヤブサ。ああ、よく聞こえる。一般人はすでに強制退去、眼下の武装兵は相当して構いません。人質は首相官邸だな。ええ、上空からのモニタリングでナビゲートするわ。気をつけて、ハヤブサ。待って、前方に何か。助けてくれ。どうか。ああ、待っていたよヒーロー。貴様は。挨拶の前にまずは殺し合いをしないか。なあ、言う早く。ああ、マヌスイナデルフトのマヌツア。目を覚ませ、リュウ・ハヤブサ。気分を。おっと、血にまみれし我が同胞よ。ごきげんよう、また会う。ハヤブサ。あっけない。噂の竜の忍者も所詮この程度。まあいい、次の段階へ進めろ。了解しました。ハヤブサ、聞こえる？ハヤブサ、応答して。ハヤブサ。ああ、今すぐ救護に向かいます。
頼む。借りができた。気にしないで。それより状況は？艦艇爆破と同時に部隊は撤収。やっぱり目的はあなただったみたい。水木、ニュースを回せ。この世界にはもはや国境など必要ない。貪欲で無能な首脳も国王も大統領も独裁者も全て無用。各国はそれまでに我々に従うという声明を出せ。期限は7日。古き神が世界を創造した期間だ。導きに従わない者は速やかに消滅する。ロンドンと同様に全てを破壊しよう。これが目的？この先に建築途中で放棄された超高層ビルがある。そこから衛星発信したデータをハックした各国の通信システムに乗せて世界中にばらまいたみたい。可能なのか？世界を丸ごと変えるぐらいのお金があればね。一体何者だ？相当な資金力を持つ組織と見て間違いない。今日国連で対策会議が開かれるの。おそらく緊急部隊を派遣することになるでしょうね。本部からはあなたの支援を続けるよう要請がありました。引き続きよろしくお願いします、ハヤブサ。ああ、車で近づけるのはここが限界。十分だ。うちの研究者が開発したの。試作品なんだけど。これは？刀とは違って弓なんだけど、録音機能がついてるからあなたなら簡単に使いこなせると思う。ああ、助かる。ええ、気をつけて。バックアップするわ。お久しぶりです、リュウ様。あやねか。ハヤテ様より預かりました。ジンランマ、耳が早いな。返しに来いとのことです。一時貸すだけだと。すまない、ハヤテによろしく伝えてくれ。その腕、一度里で見るべきかと。ああ、この件が片付けばいずれ立ち寄ろう。ご無事で。ハヤブサ、どうしたの？
助走へ向かう。生きててくれて嬉しいよ、竜ハヤブサ。素早い対応だったね、日本政府にしてはなかなか。ただ残念だが、もう何も残ってない。何者だ？錬金術師だよ。蘇ったんだ、現代に。なんだと？美しいとは思わないかい？開発途中で破棄された超高層ビル、春から高みを目指し、神の怒りに触れたバベルの塔だ。世界の終わりを始めるのにこれほどの場所はない。病事はいい。無粋な男だな、まったく。君たちの国にはわびさびという風雅を愛する文化があるのだろう。ところで右手の具合はどうだい？東欧に伝わる呪いの一種でね、殺戮の教主と呼ばれている。殺戮の教主？あらゆるものは固有の振動数を持つ。呪詛の言葉に竜の剣を共鳴、分解し、君の腕に怨念と共に溶け込ませた。簡単なことだよ。怨念だと？いいか、君はどれだけの命をその手で切ってきた。千か、万か、切られた者の血と憎悪が今君の腕の中にある。うめき声が聞こえては来ないか。そのうめきはやがて君の腕を腐らせ始め、最後には全身に回り死ぬ。あっけなく死ぬ。どっちが先かな、世界が終わるか君が死ぬ。私が何者かと聞いたな。君と同じだ、竜ハヤブサ。我々は同類なのだよ。右手に見えるは生命を傷つけ殺す者の刻印、間違いない。君は闇に生きる殺し屋だ。黙れ！まやかしか。楽園の残骸、打ち捨てられた夢のむくろには幻こそがふさわしい。そう、所詮全ては幻。あらゆるものはパラレルに広がった無限の中で揺れるデータの寄せ集めに過ぎない。さあ、しゃべりの時間は終わりだ。戦い、傷つけ合うのが君の宿命。を殺すのが君の務めだろ。ハヤブサ大丈夫？ハヤブサ、先端の起爆装置で刺さったものを爆破できる。一つ聞きたいんだが。どうぞ。俺を使って試作品のテストをしていないか？そんなつもりはないわよ。ただうちのラボに一人変人がいて。変人？それって僕のこと？あなたのような変人が他に何人もいたら世界はとっくに。カンナ、どうしてあなたがここに？この子のことお願いしたはずでしょ。事例さ、石神が来いって。カンナまで一緒に連れてくることはないでしょ。おとなしくお留守番しててって言ったでしょ。今回の仕事はとっても危険なの。安全なところでママの帰りを待っててね、カンナ。一人はもう嫌だって聞かないんだ。それにさ、この件のせいで安全な場所なんかないよ、どこにもね。仕方ないわね。もうこの子は君の？ええ、紹介が必要ね。ハヤブサ、
私の娘のカンナ。大丈夫カンナ、怖がらなくていいの。このおじさんは怖い人じゃない。おじさん、はじめましてカンナ。俺はリュウ、よろしく。カンナ、失礼でしょ。ごめんなさい。いや、こっちこそすまない。驚かせてしまって。で、僕の紹介は？あ、ハヤブサ、こちらはクリフォード・ヒギンズ、陸自特殊研究班嘱託の科学者。それだけ？他に何か？まったく兄に向かってひどいね。どうも、はじめまして、クリフです。武勇伝は金がね。ただの噂だ。あ、では、あ、まあそういうことで、とにかくよろしくお願いします、ハヤブサ。それで水木、早速だけど連中の正体がつかめたようなんだ。本当なの？ああ、ロード・オブ・アルケミー、錬金術の種って意味なんだけど、 LOA の方がわかるかな。 LOA？奴らの目的は大統領府。なんとか耐えてるけど、時間の問題よ。急いで向かって。ほう、ずいぶん騒がしいと思って来てみれば、かわいいヒヒロさんだ。これまでよ。観念なさい。小娘、笑わせてくれる。覚悟するがいい。終わりだ。強がっても無駄。警報、爆撃開始。警報、爆撃開始。蹴られた世界に粛清を。まったく、
ヒヤヒヤさせないでほしいわ。これで奴らの通信暗号を解析、軍事衛星のコントロールを奪えたわ。もう空に怯える必要はなくなったと。私の仕事は終わりかしら。まだよ。ここから連中の正体を引きずり出す。竜も追っているけど、あの状態じゃ。頼れるのはあなたしかいない。仕方ないわね。使われてあげるわ。目標地点に到着。よし、行くぞ。気づかれてないよね。ったく、出発する。気づかれないよう一旦通信を切ります。 LOA って歯ブラシから戦車までの？そう、その LOA、 もともと先端科学を中心に多角経営をやってるコングロマリットだったけど、世界経済崩壊後の業界再編成以降、自身で全て作ってるって話。何でもね。押収した兵器を分析した結果、 LOA が極秘開発したものとみてまず間違いない。結局ビジョンと技術と資金があれば敵なしってことなんだよな、いつの時代でもね。はあ、資金の何百分の一でもこっちにくれたらな。確かに LOA なら世界中に支店や子会社がある。放送網だって牛耳れるだろうから、今回の作戦も可能かもしれない。だけどなぜこんなことを？そりゃ君たちの任務だろう。水木、地球ハヤブサとアビスモ島へ向かってくれ。 LOA の秘密研究所があるらしい。もう一刻の猶予もない、急げ。了解しました。 LOA、 ちょっといいかい、石神には気をつけろ。何か隠してる。どういうこと？この作戦、彼の独断専行みたいだ。どうやら政府の認可も取ってないらしい。本当なの？ああ、君とハヤブサの動きがアメリカに漏れて防衛省でも揉めてるらしい。このミッションどうも気なくさい。ありがとうクリフ。でも LOA を放っておけない。私は行くわ。ああ、でも十分気をつけてくれよ。ママ仕事でお出かけしてくる。今度はちゃんとクリフとお留守番してるのよ。カンナをお願い、兄さん。了解。今度はちゃんと捕まえて離さないよ、決してね。行きましょう、ハヤブサ。ああ、どうした？わかった。それから君のことも。約束だ、カンナ。さあ、ハヤブサ。片付けた。水木、応答しろ。
設に到着した。聞こえるか、水木。相変わらず早いね。さすがは忍者だ。錬金術師か。LOA なのは確かなようだ。あの恐竜は何だ。化石から生み出したクローンさ。何のために。もちろんビジネスだよ。小型の恐竜をペットに欲しがらない子供がいるかい。製品化されたら大ヒット間違いなし。それに金持ちは欲しいものを手に入れずにいられない生き物だからね。クローン再生された新鮮な臓器とか若い肉体も引く手あまただよ。愚かな。そうかい。さらにこういう利用法もある。冒険注意の看板を出し忘れていたけど、悪く思わないでくさすがは竜の忍者。君の周りにはいつも死体が転がっている。仲間入りしたいか。水木。ハヤブサ、ごめんなさい。武器を捨てろ、忍者。賢明だよ。ではハヤブサ。おやおや、まさに瞬殺、忍者の得意技だ。素晴らしい。大丈夫か。お前の番だ、水木。ずいぶんお寝坊さんね、竜ハヤブサ。私はアビスモ研究所所長のラブレス。あなたが撃たれたのは麻酔銃。あなたが殺した恐竜用のね。ここはどこだ。 3D シミュレーション研究室。少しの間協力してもらうわ。断る。選択権はないの。ここでシミュレートされる世界は量子の振動制御によってリアルタイムにトレースし、物体として構築される。つまり全て現実と同じことができる。あなたを傷つけることも殺すことも。高そうなおもちゃ。それにお友達も連れてきた。あなたを撃った女とその娘。貴様。無事に終われば会えるかもしれないわね。そろそろテストを始めましょう。仮面はいい。何かを演じることで素顔を隠せる。君もそうだろ。ヒーロー、それとも人殺し。素顔はどっちなんだ、竜ハヤブサ。
二人はどこだ。あら、これからの本番。素敵でしょ。なんとか止血できたか。あんた、噂の忍者か。ここは危険だ。退避しろ。あの女の子を助けに。ああ。わかった。私ならこのエレベーターにアクセスできる。真相エリアまで連れて行こう。どうして連れて行く？まあそんなに警戒するな。娘がいるんだ、あの子くらいの。もう大きくなってるだろうが、あんたを降ろしたらすぐに会いに行くさ。さあ、このホールを出たすぐ。おめえ。怪我はないか？もう大丈夫だ。クリフは？水木は？あの女か。よし、ママを助けに行こう。カンナ、聞け。目を閉じていろ。何も見なくていい。聞かなくていい。全て任せるんだ。どこへ連れて行くつもり？答える必要はないわね。カンナはどこ？早く来なさい。カンナは無事なの？あの子に何かあったら。黙って歩けないの？だよ、神の。なんだと？カンナ！ああ、よかった。ごめんなさい、カンナが捕まって。私。気にするな。目的は何だ？現代の錬金術師は神の夢を、新世界の誕生を夢見るのだよ。あなたが眠っている間に、血を少しだけ頂戴したの。伝説の竜人の末裔と言われる竜の忍者の持つ遺伝子をね、研究所での実験を経て役立ってくれるはず。新たな神の誕生に。それでは君にも少しは役に立ってもらおうか。バイバイ。神のプロトタイプだ。つまり出来損ない歪んだ心から生まれた神の亜種で、不完全の魔人に近いとは言っても人よりははるかに強い。カンナを頼む。ハヤブサ、行け。道化はそろそろおいとましよう。
あとは二人で楽しんでくれたまえ。また会えると信じているよ。ふんふらに来てもらおう、竜ハヤブサ。君もだ、水木マクラウド。君たちは何様だ？世界を救うヒーローか？日本政府に問い合わせたところ、君たちの行動に関しては一切預かり知らんと。私は防衛省障害事務官の命によりこの任務を遂行しているまでで。作戦指揮を取っているのは石神とかいう役人だろ。現在行方がわからんそうだ。しかしそもそも今回は対象が早草。重大な犯罪行為だ。君たちの行為は他国に対する主権侵害に当たるんだ。日本が出てこなくても国連で方針が決定される。それとも国連も敵に回すのか？これ以上の勝手は慎んでもらう。貴様もな。そもそも忍者なんていう前時代の亡霊に好き勝手に事態をかき回されては甚だ迷惑だ。しかしまだ。黙れ。さあ、状況を理解してもらえたなら言っていい。時期来る迎えの間で即刻日本に帰れ。以上だ。退出したまえ。繰り返す。退出したまえ。ごめんなさい、こんなことになって。君のせいじゃない。石神さんはどういうこと？連絡が取れないし、クリフにも注意しろって。クリフも無事なの？落ち着くんだ。あの子の前では強い母親でいてくれ。そうね。本当はね、カンナは私の子ではないの。姉がクリフのお兄さんと結婚して、カンナは二人の子。あの子、声が。事故があって姉とお父さん、両親を亡くしたの。そのショックで声を。私が引き取ってもう1年経つけど。カンナ、どうしたの？お腹すいた？パパ。ちょっとカンナ、いきなり何よ。カンナ、ママを困らせないで。ごめんなさい、急に変なこと。いや、父親か、考えたこともなかった。誇らしいよ、カンナ。おい、あんたたち、お迎えだぞ。おい、クリフ。あ、よかった。襲撃された時ちょうど戦争にいてね、そのまま隠れてたんだ。カンナは？ええ、大丈夫。すまない、約束したのに。ううん、二人とも無事ならそれで十分。石神の話は聞いたかい？いえ、あなたの言った通り。となるとどうするか。一度本国に戻って支援要請を。石神さんのことも何かつかめるかも。それにこのままだと身動き取れない。
米軍もなんで急に。なんか事情があってコソコソしてる気がする。どうも気なくさい。ハヤブサ、あなたは。俺は里に戻る。一つ確かめたいことがある。それじゃ決まり、ヘリを手配しておくわ。早速日本へ。ハヤブサ、気をつけて。すぐ戻る。その魂を借りるぞ、ジャニー王よ。リュウさん、じっとしてください。良くなってまた稽古つけてください。だいぶ楽になった。サンジのおかげだ。サンジがリュウ様を見つけてくれたんですよ。そうか、助かった。子供扱いできんな、サンジ。稽古はいつでもつけよう。里外れのいおりにて嬢様がお待ちです。共に参りましょう。おみつ。龍様、ご無事で安心いたしました。手入れしておきました。どうぞ。すまないな。いえ、でも変わった弓ですね。おお、龍様。父上に会われるか。ああ、ジグモの輩がまた暗躍しとるようですな。まあ、里はお任せくだされ。こやつらもおりますし、まだまだ半人前ですがな。頼りにしているぞ、源次郎。稽古楽しみにしてます。リュウ様、お待たせいたしました。参りましょう。ああ、行こう。なんまだ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 ま
前はしき竜の使いよ。我ら自分も一族の恨みだ。今こそ晴らすな。その脈動、呪詛が全身を蝕んでおる。解く手段は？わからぬ。かつて同類の呪詛を追いし竜の忍者が一人、今はの際に闇に飲まれ竜剣のみが残されたと聞く。邪神を切るために玉割りし竜剣、切り殺したあまたの汚れが溜まっておったら、その腕、その汚れを増幅し命を奪う下法とし、一族に伝わる竜剣の呪いは幾世にも及ぶ我らが業の責めくよ。俺にはまだなすべきことがある。闇を生きるは苦難だが、闇に向き合い打ち勝ったとき、あるいは一つ提案がある。 LOA についていろいろ調べてみたんだ。裏の手も使ってね。何をやってもいいわけじゃないわ。固いこと言わない。事態が事態だろ。で、 LOA が南極に何か得体の知らない施設を維持してるみたいなんだ。そいつがおそらく今回の作戦拠点だ。確かなの？少しはお兄さんの優秀な頭脳は信じろって。で、どう思う？ああ、他に手がかりはない。じゃあ決まりね。ジェット機を手配します。なあ、時間がないぞ。今回君はカンナと待機してた方がいい。連れて行くわけにはいかないし。でも誰かがバックアップしないと。僕だ。情けないけど僕じゃカンナの親代わりはできないよ。君がそばにいてくれて、ハヤブサのバックアップの方が僕には合ってる。言ったろ、頭脳で世界を救いたいんだ僕は。わかった。じゃあ早速用意しないと。ここでハヤブサと一緒にいて。ママすぐ戻るから。これは？ありがとう、カンナ。これで怖いものなしだ。ハヤブサ、この先から洞窟へ。地下施設に侵入するんだ。分かった。
どうかした？ああ、遊んだ後はちゃんと片付けなさいって言ったでしょ？さすがだね、ハヤブサ。血を分けた兄弟まであっさり殺せるなんて。なぜここにいる？私がお答えしよう。何者だ？お初にお目にかかる。私は LOA 会長、アスティア・ヒギンス。そして彼は主任研究員、クリフォード・ヒギンスだ。日本政府での仕事は食卓でね。僕の本来の仕事は LOA での研究なんだ。お前が黒幕か？最大の障害はやはりお前だったな、忍者。ロンドンで確実に殺しておくべきだった。だがクリフォードがお前の血が欲しいと言うから生かしておいた。感謝してよ、ハヤブサ。僕が助けたんだよ、ちょっとの間だけどね。でも竜の忍者の遺伝子を取り込んだおかげで彼女はより完璧な存在に近づいた。そうだろう、おじいちゃん。わしはクリフの祖父でカンナの曽祖父でもある。わしにはあの子が、カンナが必要だ。カンナ、瑞希はまさか。さてね、貴様。化け物同士、好きなだけ殺し合え。古き秩序、その象徴たる竜の忍者の死から新たな千年期が始まるのだ。となるともう時間がない。どうしてここへ？後だ、急がないと世界は終わる。
くづく趣味の悪い奴らね。時間はあまりないわよ。誰に物を言ってるのかしら。GPS 発信機、作戦には行き過ぎよね。私たちをずっと追おうとでも？CIA は警戒してる。敵でも味方でもない、危険すぎる忍者たちよね。あなたは？私はただ竜を助けたいだけ。まあいいわ、あとはあなたたちが追うのね。残念、追うのは竜よ。あなた、竜様を何だと。あなたよりは知ってるわ。水木は無事なんだな。ああ、すでにカンナ救出に動いている。何のために動いている？役割は何だ、石神。私の役割？そう、ヒーローだよ。思えば最初からはめられていたのだ。水木と君をロンドンに派遣したのは上からの指示だ。 LOA の息がかかった上層部のな。クリフに関しても睨んでいたが、目的が何か掴めなかった。そこで身を隠した。それを信じろと？君が信じる信じないは知らん。私は私なりの正義で動いている。だから世界の果てまで助けに来たんだ。問題はカンナだ。カンナ？わからんのだ。クリフが夕凪に彼女を同行させたわけが、さらうなら日本に残す方がよほど楽なはずだ。わしにはあの子が、カンナが必要だ。君に引き合わせたかったのかもしれない。カンナと俺を？とにかく何としても追いつかなくては。アメリカ海軍第一艦隊ブラックノーベルに。第一艦隊？73年に第三艦隊に統合されて結番だ。だがアメリカ政府はゴースト艦隊としてその復活を秘密裏に計画。幻の第一艦隊は実在する。ハヤブサ、水木と姉のサヤの父親は私の先輩で友人でもあった。もう返すことのできない借りだ。彼の家族を私が守る。それが私たちの約束だ。手を貸してくれ。ニューデン、ラングレーより。ブラックノーエルはフランス領ポリネシア沖です。ラングレー？ CIA がなぜ？署名は一言、シースワローとだけ。シースワロー？知っているのか、ハヤブサ。ああ、信用できる。しかし遠すぎる。ここからじゃどうやっても間に合わない。フルスロットルでぶっ飛ばせば。いや、 F25 の巡航速度はマッハ2、航続距離は約4000キロ。燃料が持たない。乗り継ぐにしてもあの海域にはランデブーできる陸地がない。空母はどうだ？接触ポイントとして乗り換えれば。ダメだ。現在あの辺りを航行している勇敢はない。付近にウェイキもない。ジェット機同士で接触できても乗り継ぐための地面がないんじゃ。手はある。何と言った？打つ手はある。
し来たぞ、あれだ。本当にやるんだな。ああ、ジェット機からジェット機へ。正気の沙汰とは思えん。さっの手助けはごめんだからな。装備化したが厄介な設置だ。全て破壊せれば攻撃が届かないらしい。分かった、全てを破壊する。その船を沈めるぞ。標的はその艦だ。がない、最後のチャンスだ。破壊所は壊すのに長けている。カンナはどこだ。あの子を巻き込むな。異種に猛獣し手を汚すだけの殺しやめ。貴様ランドに邪魔はさせん。あとは目覚めを待つのみだが、ただ待つのもつまるわ。死ねえ竜の忍だよ。
研究を続けてきた。倫理や禁忌といったくだらん論理に邪魔されぬ世界の終焉にて、我らはついに神の思い描かれた世界の理想、汚れた世界だ。アメスアメ、ハヤブサ、潜水モードに移った。これが最後の通信になるだろう。あとは任せろ、必ず救い出す。頼んだぞ、ハヤブサ。貴様何をした？遅いよ、忍者君。その子を離せ。ここで終幕だ、竜の忍者。君にはバッドエンドがふさわしい。これは勝負ありだね。見事な一本勝ちだ。セオドアは、兄貴はこの計画のジョーカーさ。父親は事故で死んだと。兄貴は僕の計画に反対してね、止めようとさえした。だから事故に遭って死んでもらっちゃった。なんだと。でも新しい役割ができた。君に殺されるっていうね。だから蘇らせたんだ。記憶はまた邪魔されると困るし消しちゃった。仮面に込めた AI だよ、君と話してきたのは。兄貴はオペラが好きだった。それっぽくしてみたけど喜んでもらえた？貴様正気か？言われたくないね。僕の兄貴をパパを殺したんだ。そうだろカンナ。ちょうど呪いも完結だ。実は君が持つかどうか心配だったんだ。よくやったよ、さすが竜の忍者。でもそろそろ研究に。おっと、お昼寝の時間じゃない。立ちないよ忍者、立つんだ。さあ立てよ。あった見よ、真の龍剣を。汚れを捨て去り、輝きを取り戻した。女神の剣にふさわしい。いや、どうして、どうしてパパは。そんな、ちょうど7日。さあ女神よ、創生の時だ。
した新しい力など通じるものか。理系館が新たな世界を作るんだ。自衛隊の護衛艦よ。ここは医務室。君が…いえ、私じゃない。漂流物の上で見つかったの。こんなに傷ついてどうやって海面まで。ドクターもありえないって。とにかく助かった、ありがとう。ええ、無事でよかった。リュウ、ハヤブサ、リュウでいい。分かった、リュウ。俺は助け出せなかった。仮面の男はカンナの父親だった。セオドーナ、ありえないわ。クリフが蘇らせたらしい。俺はきっとカンナの目の前で父親を切った。俺を人殺しと。そんな。カンナは自分を見失い行ってしまった。あれがカンナ。日本に向かってる。カンナが帰りたがっているのかも。すぐ追おう。でもその体じゃ。俺は約束した、必ずカンナと君を守ると。覚えてる、カンナがパパになってほしいって。ああ。家族になればずっと一緒にいられるからって。カンナと私とあなた、家族。行こう、カンナのところへ。ええ、みんなに伝えてくれ。失礼、ヘリが用意できた。行くぞ。突如上陸した謎の巨大生命は東京を炎の海と化しつつ都心の方へと進んでいます。海浜エリアでは正体不明の軍隊が上陸したとの情報が。世界に戦線を布告した謎の組織との関連が。これ以上近づけません。危険です。どこだ。いい、いいだな。ここで降下だ。了解、すぐ追う。リュウ様、これ
わしの因果も背負わしているんでな。おやじ、龍、行け。村村さん、龍よ、あの異形は何ぞ。女神と呼ばれている。持っとるのは龍剣よの。はて、龍の血を持たん者にはよう使えんはずじゃが。俺の血も奪われた、龍剣と共に。あれの力は恐ろしい。じゃがその魂は邪にあらず。誠の龍剣の力は邪悪のみを断つと聞く。刀を取り戻したとてあれは切れぬやもしれんぞ。それでも行かねばならない。龍の忍者の使命とな。人として約束を守るため。おお、それはいい理由じゃ。ならば行くがええ。どこまでも龍剣と己を信じることじゃ。カンナを取り戻すわ、大事な娘よ。カモン、このまま突っ込め。どうする。オーケー、信じるわ、リュウ。加速していきます。おい、捕まれ。絶対に逃がすな。腕が心配するな、進むぞ。サポートするわ。しないで。しつこいな人殺し。そんな体でまだ殺し足りないの、クリフ。いや、約束通りだろ。ちゃんとカンナの面倒は引き受けてる。ふざけないで、クリフ。本当にあなたが、どうしてカンナを。何も知らないんだったね、水木。最初は君の姉さんだったけど、兄貴と逃げたんだ。二人とも愛すべき人がいる世界を壊したくないってね。おかげで全部パーサー。ま、そのおかげでより無垢でよりふさわしい存在が生まれた。カンナだよ。一つ教えてあげよう。あれの肉体はね、サヤの細胞でできてる。姉さんの素晴らしいだろう。君の姉さんが新世界の女神だよ。クリフ、あなた狂ってるわ。あれ、残念。僕がアダムで、彼女がイブ。新しいエデンは僕ら二人のもの。君ら二人も仲良く消える。消えるのは貴様だ。でかい口叩くなよ、その体で。クリフ！見よ、これが新人類の姿だ。旧人類にはご退場願おう。さあクリフ、娘を返してもらおう。記憶が戻る。宇宙
一体どうして。みんな兄貴のことが好きだった。君もカンナもサヤもみんなだ。僕も日陰から出てそんな兄貴の仮面をかぶってみたくてね。あなた姉さんのことバカな このままだと世界は終わる。女神を殺せばカンナが死ぬ。もう終わりだよ。バイバイ。はじめましてと言うべきかな。生きていたのか。ああなんとかな。セオドア兄さん、久しぶり。瑞希、聞きたいことがたくさんたくさんあるの。そんなことよりひどい傷だ。今すぐ手当てしてもらうんだ。可愛い顔に跡が残ったらいけない。こんな時に何を。そう思うだろ、ハヤブサ。すぐ戻るわ。行くぞ、ハヤブサ。この中にカンナがいる。大純度の絵の具術式で作り上げられているようです。でもこの塔、さあ行こう。何の真似だ。ここまで来て分かった。クリフの言った通り、もうカンナを救うことはできない。目覚めてな。あの子が世界を滅ぼす。君の使命はその刀で女神となった娘を斬ること、殺すことだ。だが父親としてそれは断じて許すことはできない。選んでくれた。まさか切られるために。俺の償いだ。最後にお前にしかカンナをその手で。
行くのか。なすべきことはなした。君は人殺しではない、ヒーローでもない。だが忍者として一人手を汚して彼女たちを守ってくれた。ありがとう。ママ。カンナ。カンナ。もう大丈夫。もう大丈夫よ。ママ、リュウは？私、リュウにひどいこと言った。だから言っちゃったの？彼ならいつでも君たちを見守っているさ。本当に？リュウは約束したでしょ？カンナとママを守ってくれるって。いつまでも、いつまでも。